パパと釣りに行ってきました。なんか本当はまあもうちょっともうなんか行く、まあ、今日昨日は本当はね、まあ、行けたらいいなぐらいで雨が降っちゃって、で雨が降ったら降ってなんかねちょっとだけとかでも川のあれが入ったりするとなかなかね魚がね釣れにくいんですよ。そう久しぶりに釣りに行ってきました。楽しかったです。そうだけどあのねやったんですよ釣りを。そしたらなんとねあのねもうねあのその学校終わってからやったからあんま時間がなくてねちょっとだけほんまに昨日また今度行こうと思ってなんですけどあのね釣れました。ちゃんと雨やったけどすごくないですか。あのねガシラが釣れたんですけど20センチぐらいかな。まあそんなにでかいのは釣れなかったんですけど昨日の中では20センチのガシラ釣れました。あとそれを釣ってる時にあのね餌じゃなくてまあ餌餌針のところじゃないんですけどねこの釣り図のところにハサミが絡まってカニがね釣れました。なぜか可愛かったですよカニさん。そうなのでねまたね今日の夕方にあげます。今日の朝は違うツイッターが上がると思うのでまた夕方にあげます。そう休みじゃなくて平日にね。そうなんですよやっぱ休みは混むからな。そうだからそうですね夕方平日の夕方はまだ空いてる方やと思うのでそっちで行きました。あのね昨日はね集中してたからマジで一瞬で終わったですよ。もうやばかったそう楽しかったです。なんかねそうゆうみさんがついたんですよ。でハサミ怖かったんやけどまあゆうみさんと思ったら触れるやん。だからあのパパにカニ持ってみって言われたんだけど怖かったんですよちょっと、まあ、ハサミあるからだからねそうこうやってあのこうやってね持ちましたよちゃんと。カニ呼びよなあほんまにな。パパが一番ねあのね悲しみを受けてます。パパが起きたおはようの一番が家族じゃなくて呼びよだったんですよ。アミじゃないっていうな。アミでもないしママでもないしお兄ちゃんでもなくギョピョだったのでまだね言いかけてますよ。カニはどっちかというとアミちゃんが釣られてる。あそうですねアミが釣られてますね。そうなんですだからね楽しかったマジで。また行ってきます。またねあのね秋までがまた釣れる期間なんですよ。だからまあ夏休みでも暑いまあでも暑くてもいかなあかんから。でもねもうねあのね昨日もすごい川やったで。でも雨降ってるからさ雨降ってる時って毎回川死んでると思ってたんですよ。毎回雨降ったら死んでまた新しい川が出てきてまたなくなっちゃってみたいな感じのこれ連続やと思ってたらねあの建物のなんか屋根があるけど外に蚊が溜まってることを知りましたね昨日。だからそんな一瞬で行き変わらへん。だからね風が強い時は蚊飛ばされるから蚊おらんくなんねんけどまたねあのね蚊出てくるんよ。めっちゃ蚊よかったですけど昨日はちゃんと長ズボンで長袖で行ったんでまあちょっとだけでしたね。のみたん今日は学校やって。そうなんですよね今日学校けどまあまあまあいいまあそうですね学校だったですけどまあ頑張ります頑張っちゃいます。あとねアミの学校でね去年の冬かな変な時期なんですけど去年の冬からねイチゴを埋め始めて昨日ね友達と久しぶりに今イチゴどうやろうって言って見に行ったんですけどそしたらあのねめちゃくちゃね
美味しそうになっててね、昨日取りました、収穫しました。勝手に、いや勝手に収穫していくって感じのあれなんですよ。自分が見て美味しそうなやつがあったら戻っていいよって感じのあれだから、昨日友達とね帰り道にイチゴを取ってから食べ帰りました。めっちゃ美味しかったですよ、甘かった。だけどあれは早く取らないと、なんかね一人一個梅だけど、この茎が自分の茎とかじゃなくて、あ、苗かじゃなくて、なんかねもうイチゴがなってる時に好きなとこから好きなように取ってもいい感じなんですよ。だからねあんまりイチゴがいなくなってたから、ほんまにな、今のうちにいかんとなくなるでって、あのみんなに言いたいです。虫さんとかもおんのでね、早食べんとダメですよ。いよいよワンちゃんカードが、え、ほんまにな、ワンちゃん欲しいね、アミ。うん、でもワンちゃんを飼うならアミはチワワかトイプードルがいいですね。可愛いよな、水と ちっちゃい頃からねチワワかトイプーが好きです。もうでもチワワやな、チワワが大好きです。チワワ、スムースチワワ、ロングチワワとおるやん。なんかアミは一番スムースチワワが可愛いと思う。なんかちょっと小柄なんかな、わからへん、アミが見たことだけかもしれんけど、結構ね小柄な気がする。でもねチワワはあのね毛が抜けなさそうに見えて、赤ちゃんの時ってめっちゃ毛抜けるんですよチワワで。トイプーは逆に毛を解くのが大変やから、まあどっちもどっちですよね。宮本先輩おはようございます、シャスって言って、シャスねえ、やっほ、おはよう。雨降ったら蚊生まれるイメージやけど、あ、やっぱり雨降ったら蚊生まれるんや。だからねめっちゃ痒い、今昨日刺された場所が痒いですね。おはようございます、おはようございます。その蚊が溜まってるところにタッチュスプレーしたいって、やばいやろあいもやりたい、そんならちょっと怖いな、でも怖いか、怖いけどやりたいな。でも痒いもん、このこれなんていうの、カーってな刺された後にすぐにな水で冷やしたらいいとか言うからな、昨日すぐに水で冷やしたのにな治ってないからな。これは結構強めのカーに噛まれたってことですね。あ、今日も雨やから傘忘れずにやって、もうね昨日やばかったんよほんまに。引きも帰りもびちゃびちゃですよ。行きはねパラパラやったから、まちょっとだけやったけど、帰りね、あ、友達をね反対方向やったんですけど、その子が一人で帰るって言うから、まあ送ってあげるよって言って、アミも一人やけど送ったんですよ。結局一人で帰るっていう、だからまあどっちも意味ないんですけど、そうだからね、無駄な時間って言ったらまあ悪いけど、無駄な時間を背負ってたからその無駄な時間も濡れたわけですよ、ということです。まあでも仲いい子やったしね、喋れたからよかったですよ。ママのベトナムのイベントの中にあった、もうあのね、14時の方と16時の見たんですけど、あのねもう14時だけかなと思ったんですよ。雨もこうやったらもうけどな、なんか食べ物とか見たら意外に時間経ってたよね。16時にもまだいたのでちゃんと見てました。なんか最後こうやってさ、なんかさこうやってやってたよ、みんなさん見ましたか、こうやっていろんな人がそのショーに出てたの女性の皆さんが立ってな、こうやってやってるんよ。やっぱゆみさんが一番可愛かった可愛かったです。そうなんです、うんうん、美味しかったですね。ワイも食べに行く、いちごいいですね。アミね、あのね昔はイチゴ狩り行ってたんですけど、今年は予定合わんくて行けなかった。でももう今行ってもですよね。だからね、まあまた来年行きます。ちょっとかゆすぎんな、ここしかも大正のとこ刺されてるからな、ここに美味しい血が流れてるんかもな学校でイチゴ狩りできるよね、すごいね、なびっくりですよね。ね、
チワワがトイプードルかユカタンって犬種もんで、ユカタンで犬種買わないとな。そうですね。そう、でも小型犬がいいんです。アミユカタンは中型犬かな。そう、ミニチュアダックスのスムースがおすすめです。毛が抜けないので楽です。アミのおばあちゃん家でね、ミニチュアダックス飼ってましたよ。ミニチュアダックス多分ね、スムースなんかな、分からんけどね、めっちゃ可愛かったですよね。はなちゃん元気ですよ。そこでね、あのね、もちパンとあのクマ、あ、じゃあクママチとはなちゃんとパンちゃんで一緒に横に並んでクッションの横にいます。そうなんです、そうなんですよね。うんうん。チワワは番犬の犬種やから、赤ちゃんからしつけないと吠えまくる。あー、やっぱりダメですね。じゃあでも可愛いもんな、ワンワンって全部可愛いもん。あ、また BGM が来ました。それなお兄ちゃん来て、早もう起こしてあげて皆さんね。ジャカルタで蚊にされてデング熱になったことあるから、東南アジアに行ったら蚊に気をつけて。それのあれかな、めっちゃ痒い、その皮かもしれん。めっちゃ痒いんですよこれね。昨日お昼までカンカンでリアットの勢いに雨降ってきたからしたな、マジでな、それな、びっくりしたよな、びっくりしたよな。ハジューパーみたいに会えなかったけど、初めてマコチンすごっ、あみでもちゃんとやれてました。そしたらレイヤーと会ったんですよ、やばくない、ちょびっくりした。あのね、なんか一斉の腕でやったわけでもなく、え、レイニャやんみたいな思いました。びっくりした。みなみさんかわいいね。かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。ゆうちゃん、こんなかわいい子おるんやから、受験生には譲りしたらあかんね。ほんとですよ。ほんとですよ。そうですね。でもね、それこの前遊びの時に話したんですよ。でもゆうみさんは目移りしないよって言ってくれたんですけど、まあそれ信じていいと思いますか。ね、どうしましょう。あ、そういえばね、もうね、あのナンバライティと N さんを覚えてたんですよ、2ヶ月前ぐらいから。だけどね、なかなか出れなくて、出たいって言ってるんですけど、なんか今は先輩方がね、あの何、もうその MV とか撮影も終わって、皆さん忙しいけど公演に出れる、だからあんたがいらんくなっちゃったんですよ今。あー、だから出れないんですよ。だからね、皆さん、まあもうちょっと待っててください。はい、よろしくお願いします。出たいって言ってるんですけどね、まあ仕方ないですね、頑張ります。めっちゃ何回も言ってるんですよ。でも、ね、ダメなんですよ。そう、ダメなんです。なので待っててください。勝手にルームスであげちゃいますか。アミはね、アミね、 N を覚えるときにね、 N さんを覚えるときにニューシップがちょっとね、見た目てか曲とかじゃなくてダンスが苦手やなと思ったんですよ。だけど踊ったら曲が良すぎてダンスすぐに入りました。なんなら今一番好きです。そう、おはちまこ、おはちまこ、おはちまこ、また今日もおはちまこ忘れて、あ、しようかな、じゃあ10時頃からね。ねえ、昨日はアミでの対戦できなかったな。アミはね、あ、アミたん推しの方は昨日ね2人くらいにしか会えなかったです。なので今日またします。カジュアルバディの技能でいつか、いつするのかお知らせするのがめっちゃいいね。あ、そう、昨日したんです、22時からするね、やっとき、やるね、なんかそんな感じでした。はい、だ、大丈夫だよって、うわっ
この前の可愛い子バウリーのお下がりやったよね、本当に姉妹みたい。そうなんですよ、もらっちゃいました。でもね、こよたんは身長が高かったからか知らんけど、なんかなんで、あれ結構お腹出しの服らしくて、あみね短いんですよここ。だからお腹は出されへんし、ちょっとでかかったんでママにね背中を塗ってもらいました。そしたらいいぐらいになりました。めっちゃ可愛いですねあれ。他にもねこよたんからねもらった服があるのでまた紹介します。でも結構夏服なんでもうちょっと待っててくださいって感じですね。はい、お願いします。楽しみにしてるね、お願いしますそうなんです。あみたんが次に劇場公演出るのはちょっと開いちゃうんですよ。あ、ごめん、痛かったね。あみたんごめんなさい。さてな、ちょっと開いちゃうんですよね、日にちが。なので待っててください、忘れないでね、あみのこと忘れちゃダメダメですから今日の1位はちゃんしぼさんということで、何書きますかねえ、もしあみたんが NC プゴイで師範と出ると初共演。そうですね、公演は初めてですね。でもね、あみちょっとこう言うんですけど、あみゆうみさんと、まあ、あのねユニットっていうユニットじゃないんですけど、ライブで一回だけその全員が踊ってる曲じゃなくて、また別に振り分けられた時にゆうみさんと一緒に踊った曲があって、それが高嶺のリンゴなんですよ。だからラジオとかで毎回何曲流すって言われたら、まあ、いいね、高嶺のリンゴは思い入れがありすぎるのでいつもそれ選んでます。そうなんです、気づいてましたか、いつもみんなこれ入れるなと思ってたやろ。でもそれ実はね、あのねあれなんですよ、実はそれはゆうみさんと初めて一緒にできた曲なので、なのだからですそうなんですなのでそういうことですそういうことです。そういう理由だったのか。そうなんですよ、そういう理由ですよ。皆さん知ってましたか。だからいつも選んでるやろあれいつも選んでるんですよ。でもその理由がそうですね、ゆうみさんと初めてやって曲なので、もうあれは一生忘れませんキモいと思われるかもやけど楽しかったんですよね。そう、そう、あのメンバーにしかも入れると思ってなかったの。そんなさ、しかもお姉さんメンバーってやん、キューキーの中でも。そうやんな、ねレイポンとワカタン、ていうかユカタンとワカタン入ってたっけ、ワカタンいっけ、ちゃうわ、ワカタンおらんな。まずキューキー研究生だけやったら、今の研究生やったらミソラちゃうわユカタンとワカタン抜きの初日の人なんですよ。だからレイポン、コヨタン、ミソラちゃん、サユキちゃん、ホノピー、テンちゃんで、アミで、あれでも何おかしいな、待ってで、あ、そうやでしたね。その中にあとマナミン、でその中にアミが入ったの、やばない、嬉しかったですね。もうほんまにちょっと待って、ほんまにな、ちゃんしもさんください。これね、あのアバター何書くかお願いします。そうなんです、そうなんですよね。楽しみ込んだったユニット曲はあれですねやって、まあ楽しみにしてくださいね。みんなは松坂さんもいるし、 MC 喋りやすそうだね。な、あの松坂さんとごよたんと見てまたユニバー行きたいです。あの MC でおしゃべりしてくださってたらしくてね、アミモです、行きたいです。あ、今雨降ってるから傘差してるアミナでお願いします。わかりました、これ消します。昨日のね、お馬さんですよ。でもこれし、はい、じゃあ書きますね。アミは最近はコナンくんまた見てるんですけど、今見てるコナンくんはひまわりの行的みたいな、なんだっけ、なんかわからんけどそれを見てます。わかりますか、ひまわりの行的。
あれめっちゃおもろい。で、傘さしてるみたいなので、こうして、やば、気持ち悪っ。え、せやん。なんかさ、傘ってさ、真ん中から出てくるやろ。ハミの傘真ん中じゃない、ちょっと危ないから2個で持っとくわ。オッケー、アミタンって傘にさしとこうかな。嘘、やめよう、それは。うん、できました。ちょっと雨、雨も再現したいな。雨、雨、雨、ちょっと待ってください。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。雨をかきます。いた、ごめんなさいね。できました。トゥットルーン。あ、ダメダメ、忘れてた、ほっぺたがないよ。じゃーん、どうですか。本当はこれ片方で持てたけど、なんかこうなってるから両手で持つことにしました。それでポイントとしては、傘のこの一番上の部分ですね。アミはね、ちっちゃい頃ウサギさんの傘とレインコートをセットで持ってたんですけど、ウサギが飛び出てくるやつになってたりとか、あとはね、王冠が出てくるやつがあったりとか、まあいろいろありましたね、そういうのが。こんな感じです。どうですか。じゃあ撮ります。アイチーズ、んありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。うん、あ、行かか、そうですね、こんな感じ。ありがとうございます。斬新な傘で、雨守らなあかんから。傘は濡れへんようにするもんやからな、濡れたあかんから。ではうわー、じゃあ呼びます、壇上をね。13位てんちゃん、ありがとうございます。12位かよちゃん、ありがとうございます。11位こじいさん、ありがとうございます。10位沸騰女医さん、ありがとうございます。9位ベリマユさん、ありがとうございます。8位ともたんさん、ありがとうございます。7位カニさん、ありがとうございます。6位ななみなさん、ありがとうございます。5位コリタン、ありがとうございます。4位コスモラジさん、ありがとうございます。3位鉄メガネさん、ありがとうございます。2位日高浩二さん、ありがとうございます。そして1位はドド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 ン、キャンシモさんでした。ありがとうございました、ありがとう。ということで皆さん終わりたいと思います。じゃあね、アミはあと何日、今日が水曜日なので、まあ、あと2日、今日入れて3日ぐらい頑張ればゴールデンウィークなので頑張りたいと思います。はい、じゃあ終わります。皆さん今日もありがとうございました。じゃあ皆さんもお仕事とか学校とか頑張ってください。じゃあ終わります。ありがとうございました。せーの、チャンシモさん、ありがとうございました。またねー、パカ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 またねー、ありがとうございました。またありがとうございました。職場マン